皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、あなたに必要なのは勇気ということについてお話ししてみたいと思います。いろんな方とお話ししているとですね、なかなかこう前に進めないとか、私は知識がないからとか、私はこういうことをやってこなかったからっていうことで、こう一歩が前に進めない方いらっしゃるんですよね。で、そういう方に限って次どういう行動に動く可能性が高いかっていうと、自分に自信がつくように、何か新しいものをね、学びに行ったりとか、新しいノウハウと知識があれば自分って前に進めるんじゃないのかって、まあ、結構勘違いされてる方が多いんですけれども、いくら知識を身につけても、いくらいろんなことができるようになっても、自分が前に進むと自分で決めない限りはですね、前に進めないんですよ。だから結局やりたいことをやるとか、叶えたい夢をつかみ取る、そうですね、叶えたい夢っていうのはつかみに行かないとね、いけないんですよ。ただ待ってるだけではね、ダメで、諦めないことっていうのももちろんね、大事なんですけれども、つかみに行くっていうぐらいでちょうどいい雰囲気です。夢とかにね、もしあったとしたら。で、例えばそれこそ独立開業したいとか、まあした後ですね、した後はした後なりにこんな風に、ビジネスをうまく回していきたいとか、まあ、いろんな思いとかがあると思うんですけれども、その時に例えば今の自分がすぐにそれができるような知識とかスキルがなかったとしてもですね、結局前に進んでそれをできる自分になればいいだけなので、何が必要なんですかって言ったら、知識経験スキルじゃなくて、前に行くと決める勇気がどちらかっていうと必要なんですよね。ここを取り違えると、スキルノウハウをすごく一生懸命頑張って学んで、そしてそこから全然停滞して進めないっていう人もいっぱい見てきました。で、だいたい成長する人なしは、まあ、欲しいものを手に入れる人って、まあ、とにかく前に進む人なんですよ。傷つこうと何しようと、傷だらけになっても、結局そこで欲しいものが手に入ったら、そんなものなんて一瞬にして苦労なんて忘れちゃうぐらいエキサイティングな体験ができたりするので、まあ、その言い訳とかね、そういうものはなくて、とにかく勇気を持って前に進む、そんな形で、まあ、今停滞している方にはですね、まあ、勇気という言葉を、まあ、送りさせていただきたいなっていうふうにね、思ってるんです。だからノウハウじゃないんですよ。前に進むと決める勇気、これが必要なんだっていうことを理解していただきたいなっていうふうに思ってます。それでは。